入試算数、解けたらすっきり面積の両問おまけ問題付きです。では始めましょう。図のように一辺の長さが4センチの正方形 ABCD で、 BF と DH の長さの和が3センチであるとき、四角形 EGFH の面積は何平方センチメートルですか？では解説をします。上図のように縦横まっすぐな補助線を引いて、長方形 PQRS を作るとき、 SP イコール 4-1-1 で2センチ、BF 足す DH イコール3センチより、 PQ イコール 4-3 で1センチなので、長方形 SPQR の面積は 2×1 で2平方センチメートルです。上図の同じ印をつけた三角形はそれぞれ合同なので、その一つ分の合計、つまり青部分の面積は上のようになり、求める色部分の面積は9平方センチメートルとなります。おまけ問題です。図のように一辺6センチの正方形と正三角形を組み合わせた図形があります。斜線部分の面積を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。